丸2年かかりました。これよりかは落ち着くかもしれないけど、これかっこいいね。デカ塊ね、潜んでます。どうでしょう。お、来ました。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがグ 2×2 ケンくんです。いや、グチケンです。あ、グチケンか、やっちゃったか、ごめん。二人が C じゃなくて、そうか、二人が C じゃないんだ。夏いな懐かしいでしょ、掛け算の。あいつ元気してるかな。おい、そんな人物じゃねえわ。そうだ、 2×2 で4で、だから、そう、グシーさんだから。え、あ、グシーさんか。どうした、グシケン、大丈夫か。なんか悩みでもあんのお茶に使ってゆっくり話そう目玉の親父じゃないんだからよあれお茶なんだ。具材の具に志はないもんな。ある、あるんだ。剣、剣どうやって書くの。僕の剣の漢字は、うん、お菓子の堅揚げポテトの型です。具志堅の剣ってお菓子の堅揚げポテトの型なの。いや、カッターじゃなくて肩カッターって具志堅の剣ってお菓子をポケットの肩揚げ肩の肩なんだおい、食ってんのか今肩揚げポチとバリバリボリボリ、うん、食ってるじゃねえか。むしゃ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 、パンバキューバキュー玉いや、じゃなくて肩揚げポテトの肩ですよ。あ、そうか、具志堅の剣で肩揚げポテトの肩なのか。本当にこれだけは出ないな。申し訳ない、これ完璧です。覚えました。お願いします、はい、ということで具志堅、はい、一緒に伝説していこう。おはい、ということで、はい、はい、笑いのストレートが決まったところでね、うん、どうだろうね。今日も始まりましたけども、はい、今日はお昼動画です。はいはい、もうちょっとね、前の作業の名残が残ってるんですけども、はい、はい、で、ちょっともう右手も青くならさせてもらってるんですが、うん、これはもう外します。あ、そうなんだ。おー、初めて見たな。いや、俺の手いや、違う違う、そんな、もっと見てよ外れてる時の方が多いって。いや、外してるところそうか、青くなるとこはよく見るから。あ、確かに、貴重かもね、これはこれで、うん、出ないか何ベジータの技みたいないや、ベジータの技こんなんだもん、うん、俺もあんま覚えてないわ、ベジータの技、うん、確かにあんま印象に残ってないな。なんか、その必殺技じゃないけど、あ、でもなんかこんなんやってたイメージあるね。そう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 だそうだそうです。いや、何がだよ手袋を外したってことは何なんですか、うん、手袋外したってことはなんかの手袋を使わない作業ってことね。あ、なんだと思う。なんだろう、ハンバーグこねるですか。いや、お手袋外さないだろハンバーグこねるとき。確かに今のやつはもう前の作業で土とか触ってるから不衛生かもしれないけども、作んないから俺ハンバーグ。もう外食外食。あ、吉野家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 あー、ずいぶん行くね。だいぶ、今なぜならハヤシライスがあるからあれはほんとにうまい、好きな食べ物、うん、そう、好きな食べ物。あ、食ってみてえな俺。ハヤシライスあるからさ。いや、マジで食ってうまいから。肉だくの方がやっぱいいよ、ちょっと値段は張るけど。あ、カスタムというか、うん、オプションがあるんだ。そう、いいね。ハヤシライスばっか食ってるから、もう店員さんとかもハヤシライスって呼んでるもんね俺、うん、そんなあだ名つけられちゃうほど。いや、ほど多分言ってると思う。あ、だいたい、だいたいハヤシライス頼むから。結構期間限定メニュー的なイメージだけどね。あ、なくなる前に食ってるって感じなんだけど。あ、そう、まあ、そのハヤシライスをね今日は、うん、あ、違う、ハヤシライスは今日は何もないよ危ねえ、クッキングじゃんって思った。いやいや、クッキングの入りじゃん。クッキングしないから俺。あ、うん、そう、まあ、ハヤシライスは関係ないです。あ、関係ないのか、はい、今回、浮かした生態掘り返します。おお、贅沢会、昼動画で。昼動画で、っていうのも、まあ、ちょっと数が少ないって感じかな。だからサクッと浮かしてきた子を掘り返す感じになるから。はいはいはい、うん、まあ、だから尺的に、まあ、昼動画かなっていうところで、うん、あって、まあ、ただね、結構楽しみな子でもあるから、うん、まあ、無事に浮かしているのを祈ってね、まあ、掘り返していきたいところになるんですが、はい、まあ、一回先に出します。はい、はい、今回浮かしてきた子、こちらです。はい、うん、こちらです。逆、あ、やっちゃった、すいませんなんでいつも俺はこうなんだよ。ああ、自覚あるんかいいやいやいや、自覚ある、申し訳なさはある、すいません、本当にすいません。反省ノートとかつけたらいいんじゃない。書いてるわ書いてたんだ。今日も逆行ってしまったって
あ、そうなんだ、はい、すいません、本当にすいません、見えないところということで、こちらです。んだから逆うわー、本当に2ページだそう、なんか可愛げはあるんだな反省するっていう、そ、まあ、ペンギンの絵しか描いてないけど、すごい描けや文字あ、ごめんなさい、すいません、こっちだね、こっちだね、はい、これ3つ。あー、まあでも3つ、そう3つ、まあちょっと、まあ、800のサイズのボトルの2本と、このちょっと一回り大きい1400のボトル1本、はい、っていう感じで、この3つになるんですけども、まあこれ、うん、まあ、種類わかるかな、これね、ちょっとこれ様子が違うじゃん、いつもと。マット、そう、禁止瓶じゃなくて完熟マットに入れるタイプのクワガタ、はい、僕ん家で言うと、それ完熟マット系に入れるタイプのクワガタといえば、うん、ってなったら何系かわかるかもしれない。虫モンクワガタ。ああ、虫モンは確かにそうだけどね。あ、そうなんだ、うん、確かにそうだったけど、うんうん、違います。ああ、うん、そうなんだって言ってたし一か八かで言ったんだ一か八かで言うクワガタじゃないけどね、普通に考えたら一般の人で言ったら知らないから、虫もんってデジモンだと思っちゃう普通に考えたら。まあまあ、語呂はね、うん、なんだろうな、ウスチャ、ウスチャ、いや、ヘクソドンのことウスチャって呼んでんかいウスチャっていや、ヘクソドンも違うよ。まあ多分おそらく幼虫が取れてたんだったら、うん、完熟マットだろうけど、あ、うん、残念ながら違うか、今はいないというかね、あ、うん、部分になるんで、わかんないかな。カブトムシ、いや、クワガタ、クワガタか、うん、確かにカブトムシは完熟マット、はい、基本的にこの家は J01 を使ってるんだけど、うん、そう、カブトもクワガタもいけるから、はいはい、だからこれはね、この部屋でだから、マット、うん、使うタイプって言ったらもうこの種類って感じで、はい、まあ、種類で言うとミヤマクワガタです。ミヤマクワガタ、そう、ミヤマクワガタ、ミヤマクワガタは基本的にマットで僕はやってるかな。なんか河原でもいける、河原菌糸、普段使ってるのはヒラタケとか大ヒラタケって呼ばれてる菌をまとった菌糸瓶なんだけど、はい、それとはまた別の菌をまとってる河原、河原の菌をまとってる菌糸瓶だと、まあ、成長してくれるらしいけど、はい、今んとこ僕ん家では土だね、完熟マット、うん、まあ、そっちの方が長期間置けるしっていうのもあってそれにしてるんですけど、その中から種類でいうとミヤマクワガタはミヤマクワガタではあるんですが2種類います。うん、1種類目がロンドミヤマ、うん、ちょっとね記憶が曖昧だけど2019年に新種登録された種類かな。あー、うん、結構まあ最近、結構最近、はいはい、初めて俺が知った時のロンドミヤマの値段は20万近くあったかな、20万30万近くのワンペアって感じだったけど、うん、今はもう数年経って流通も増えてちょっと落ち着いてはいる。で、もう一匹、これがアクベシアヌス、ヨーロッパミヤマクワガタですね、はい、うんうん、はい、まあ世界最大クラスの、どっちかな、アクベシアヌスとユダイクスっていうのがいて、うん、その2種類のどっちかが一応今のところレコードサイズ、世界最大のミヤマクワガタなはずだけど、まあそこで言ってもまあ最大クラスのミヤマですね、うんうん、この3種類になるので、まああとは無事かどうかだよね、はいはい、っていう部分を祈りつつちょっと掘り返していきます。はい、でミヤマ、ロンドミヤマ両方オスか、結構ねオスに偏ってるから、できればメスが嬉しいんだけども、はいはいはい、とりあえず掘り返していきましょう。ちなみにこれは2021年の9月頃か、うん、だから1年こう数ヶ月だね、1年3ヶ月ぐらいかな、うん、だから、まあ、まあ平均ちょい早めって感じかな。基本ミヤマクワガタ1年で羽化してくるタイプと2年で羽化してくるタイプがいて、そう、同じ種類同じ兄弟でも、そこで言うとちょっと早め1年で羽化してきたグミだね。さあどうでしょう、具志堅は見たことあるのかな、ロンドミヤマ、ケルブスミヤマ、話聞いてた。ケルブスミヤマはヨーロッパミヤマ、あの赤い、そう、赤いやつ、あ、そうとはまた別だから、ちょっとそのケルブスをイメージしてたらちょっと感覚違うかもしれない、うん、から結構新鮮かも。はい、さあ行きます。ここに、お、この中にいます、この中にいるはず、あ、ここに穴開いてるね、はい、うん、これさあ無事であればこのまま割っちゃいます。いきます。あ、これどうだ、オスか、あ、よかったよかった、生きてました、はい、さあ、あ、オスです。おー、はい、おー、立派だね、お、すげえ、かっこいいでしょ。結構まあ国産のミヤマに比べると顎はだいぶ華奢で、上から見た時放物線描くような感じの、うん、顎のギザギザも少なくて、
あ、で、結構立派だね。で、この尾毛がしっかり覆われてはいるんだけど、上半身は、はい、下半身はこう結構、なんていうの、見たかも、ある1ヶ月の羽化掘り出し、あ、そう、出てきてるね、そうね、その羽化した生態全部掘り返すで、はいはい、でもこの子の方が固まってるから、この光沢感ね、背中の、なんかこう画面越しで見ると、うん、グリーンにも見えなくない感じしますね。そう、このメタリック感が、はいはい、やっぱもうかっこよすぎて、まあミヤマはいいやと思ってたんだけど、このロンドンミヤマに関しては、はいはい、うちにいる他の種類もいるし、うん、と思ってその時は飼育してなかったんだけど、マットとかでお世話になってるハワイアンビートルで生のロンドミヤマを見て、もうちょっとかっこよすぎて速攻でこう迎え入れた種類。どうした？あ、来た。来た、迎え来た。いや、迎えてよ。そんな、いや、雨の日の駅前かよ。学生時代の。俺学校まで徒歩 2,3 分だったからなかったけど、俺も駅はなかった、うん、なかったんかい。正門でした。ああ、学校まで来てくれるパターンね、はいはい、うん、いや、かっこいいね、しっかり固まって、しかも結構思ったよりでかいかな。ちょっと測ってみましょうか。はい、さあ何ミリでしょう。まあ55ミリあれば十分立派かなって感じ、イメージで言うと。あ、でも意外とそんなにはないか。でもすごい綺麗、はい、ここですね。はい、来ました。結果 53.4、 まあ、十分立派、 53.4mm です。オスに偏ってるな、トータルで、うん、あ、でも僕も確かその回でオスだ。あ、そうだね、そう、多分その時に言ってると思う、オスに偏っちゃってるって。まあもしかしたらまあ近いうちに羽化してくるかもしれないけど、まあ大体基本、まあ休眠期間、その温度管理にもよるけど、休眠期間半年ぐらいあるから、うん、その間にまあメスが羽化してくれればいいかな、とりあえずは。はい、ということで1匹目ロンドミヤマ無事でした。はい、素晴らしい。さあ、そしてもう1匹ロンドミヤマいます。うん、これがオスかメスかでいうと、まあ多分オス判定はしてるって感じ。なるほど。で、羽化時期、羽化時期は一緒ですね。さあどうでしょうか。結構やっぱミヤマもね、かっこいいからね、本当はもっとやりたいんだけど、ミヤマの温度感にしないといけないから、部屋を、そうなった時ちょっと難しいっていうね。ワインセラーで基本は管理してるんだけど、幼虫はもうこの外でやっても問題ないかなとは思うけど、産卵セットは意外とやっぱ20度ぐらいの方が産んでくれるイメージかな。さあ、行きます。はい、お、オスですね。お、こっちの方が立派。おー、それまだサナギの皮がもうちょっと落ち着くだろうけど、顎はこの色ですか。赤いよね。あ、だから、そうそうそう。でも赤い子もいるかな。ちっちゃい子は結構赤い、もうちょっと落ち着くかもしんないけど、でも赤みはやっぱなんとなくある。そうですね、うん、これよりかは落ち着くかもしんないけど、これかっこいいね、形も。そう、また違うしね、体の色も違うし、うん、光沢感あって、ここはちょっと古代感あって、金色の尾毛に覆われて、で、ここはちょっともう熱した刀のような雰囲気というか、かっこいい、くすぐるね、確かに、うん、この感じは。さあ、サイズはちょっとこっちの方が大きいかな。ちょっとお尻出ちゃってるのは心配だけど、羽先で測っていきましょう。はい、来ました。あ、 53.7、 一緒ぐらいか、うん、サイズ的には、うん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 、とはいえ十分立派な子になってくれました。はい、はい、素晴らしい。さあ、これで53.7 と、はい、さあ、そして、ラスト、はい、ラストがそのアクベシアヌスミヤマクワガタ、うん、これは2020年の10月から11月だから2年だね、丸2年かかりました。そう、だからこれが基本かな、だから1年だったり2年だったりっていう感じに、この子は2年かかったって感じで、あとは無事であればいいけど、うんうんうん、さあ、どうでしょうか。ちょっと今ロンドミヤマ見てるから、どっちかっていうと、あの、だからさっき言ったケルブスよりの見た目、はい、だけどまたこうロンドミヤマ見た後だから、よりちょっと感動するかもしれない。またちょっとこうミヤマはミヤマでもまた違う雰囲気のミヤマだから、うん、さあ、ちょっとできればね、このまま、あ、いけたか。お、いけました。さあ、どうだ、はい、無事でしょうか。デカ塊ね、潜んでます。さあ、行きます。アクベシアヌス、こちらです。どうでしょう。お、来ました。あ、よかったよかった。
おーおー、無事です。これね、おお、そう、日本の深山とかさっきのロンドン深山にはない雰囲気の、怖、ちょっと怖いよね、いかついよね、顎が、おお、そうだし、こう尾毛がないの、全然深山なのに、うん、裏にはね、こうまあ尾毛っぽい感じのちょっとあるんだけど、うん、あの深山特有の日本の深山とかのあのイメージする金色の毛がない感じのタイプ、十分立派だね、俺んちで言うと一番でかいと思うけど、これよりも全然大きくなる、これね、ちょっともうアメ細工のような顎というかね、この赤い感じな、そうっすね、うん、芸術的な、そうで、顎ももう至る所にこう突起が出て、おー、すごいよな、かっこいいよね、すげーな、 やっと浮かしてきてくれました。あ、でも意外とでかくなってくれたかな、丸2年2年間ずっとこの中いました。産卵セットとかは難しかったりするんですか、うん、でも基本もう普通のクワガタと一緒、スマトラと同じような感覚、スマトラに比べたら若干気持ちやばめかな、固め方は、でももう完熟マットだけ J01 を固めに詰めてあげるだけで、温度をだから20度、18度から20度ぐらいの方がいいかも、だいぶ立派になってくれました。そうだから、やっぱ深山低温種だね、22でもいけなくはないと思うけど、さ、サイズ測ってみましょう、親は84だからそこ超えてくれたら嬉しいけどね、ちょっとざっくりになるけど、キュービか、みんなのとこボルト虫かごの大人や、俺は、はい、来ました、ちょっとざっくりですけど、はい、結果 80.3、 おー、80は言ってくれたかなって感じ、いや、十分立派でした、素晴らしい、 80.3mm、 はい、素晴らしいです、うん、いや、よかったよかった、だいぶかっこいい子が浮かしてきました、おーすごいね、いや、よかったです、はい、ということで3匹とも無事に終了しました、はい、はい、いや、結果的にまあみんな立派に浮かしてきてくれて、うん、何より星になってなくて浮か不全とかもなくっていうところで、一安心しました、はい、で、ロンドミヤマに関しては結構オスに偏ってるから、まあ、今後もし、まあ、メスが浮かしてきたらいいけど、まあ、浮かしてきたら一応まあうちの類代するための数は確保できてるんで、うん、これ以降オスメスペア揃ったりしたらランバーとかのランバージャック委託で出したりとか、うん、ヤフオクに出したりとかもあると思うんで、まあ、ぜひぜひ、すごい魅力的な、かっこいいし綺麗だし可愛らしいし、うん、魅力的なクワガタなんで、ぜひ購入も検討してみてください。で、アクベシアヌスはね、まあちょくちょく動画にも出せてるとは思うんだけど、うん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 、結構この2年間、はい、ほぼほぼ出ることなくようやく羽化まで行ったんで、だから購入したタイミングの動画とかもう知らない人とかもう結構いると思うんだけど、うんうん、過去動画に上げてたりもするんで、そこも含めて深山の再生リストを気にかけてもらえたら嬉しいですね。具志堅的にはどうだった？かっこよかったです。 ありがとう。いや、あなたじゃなくて、いや別にそうとは思ってないよいいじゃん、別にうちで育ったクワガタのことを褒められてありがとうって俺が言ったって、ああそういうありがとう、そういうことだから、うん、僕の、うん、ちょっと思い込みだった、そうか、解釈違いか、うん、いやでも本当にこの集中してというか、うん、本当にピックアップされた3匹というか、そうね、じっくり見れたしね、はい、で、あ、まあどちらかというと、うん、まあどっちもなんか色味があったじゃないですか、あ、うん、そうね、その顎の方に赤いい感じの、はいはい、でロンドミヤマの方は、うん、その体の色も違くて、うん、顎の色と形も違うから、はいはいはい、なんかこう僕はやっぱりクワカブ初心者として、うん、その虹色クワガタがやっぱりはいはい、魅力的なんですよ。あ、なんかそれに似た感覚というか、ね、その好きになるような要素が多いというか、うん、形もそうだし、ああいう形がやっぱ魅力的だもんね。ギザギザしてるところもそうだし、うん、なんかまあ色味、うんうん、全然違う色が出てくるじゃないですか、虹色クワガタって。あ、はいはいはい。でまあロンドミアはその上半身、うん、その上半身の
頭と胸かのこのあのなんていうの不思議な確かにちょっと作りが違うぐらいの雰囲気のね感じがなんかすごい惹かれるというか、うん、あ嬉しいねなんか魅力的でしたね、うん、あ嬉しいそう宮間やっぱもう見た目もかっこいいしまあちょっとなんだろうな昆虫採集する頃小さい頃とかの印象でもちょっとレアな感じ、はいはい、宮間を捕まえるっていうのは、はいはいはい、っていうところでやっぱ憧れは強いクワガタだったからただねやっぱ1年2年とうん、ちょっとなんて言うんだろうな長いと2年かかっちゃったりとか種類によっても 2,3 年とかじゃ効かないぐらい 3,4 年幼虫しちゃう子とかもいるんだけど、はいはいはい、そういうなんだろうな、まあ、飼育自体はその難しいわけじゃないけど、うん、ちょっと辛抱強さとかあとは なんだろうなちょっとした対応力みたいなのを試される種類だったり、まあ、温度を低くしないといけなかったり とかちょっと神経使う部分はあるから、うんうん、そういう中でこうやって浮かしてきたのを、まあ、動画に残せたのは個人的にも良かったんでね、うん、それを具志堅と一緒に見ることができてロンドンミヤマもかっこいいって言ってくれて、はい、うん、で俺のこともかっこいいって言ってくれてよかった後者は後者の方はであなたじゃないよってああそうそうあ俺は違ったのミヤマの方ねああなんかあ、宮間の方か宮間の方がその、うん、なんか青が多いって思っちゃっていや、いいだろ、別に校舎の方は青くてもかっこいいやついくらでもいるからいやいや青の引き算の方も覚えていただいてそんなファッションのみたいな感じで言うなよあ、そうね、まあでも、はい、宮間のかっこよさ、はい、伝わってよかったですはいはい、そんな感じで今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございました。